こんにちは。今日はベッドガビ7月号別冊ビットから、あやとレーナー、人気とカリスマトレーナー、あやとレーナーのエクササイズをやっていこうと思います。でこのビットは、夏に向けた、体の改善の内容となっているので、このあやとレーナーのトレーニング以外にも、体幹リセット法とか栄養の話とか、顔のたるみを取るとか、そういった体に関する体を変える体を改善することに関する内容となってますので、まあ、気になる方はぜひ概要欄にリンク貼っておくので読んでみてください。で、初めて見る方にですが、このチャンネルではマッサージやストレッチなどのセルフケアだったり、こういったエクササイズを紹介したりとか、あとスポーツ選手をベースに姿勢を分析して姿勢について話したりとかしています。で好きなのがあれば、見てもらえたらと思うので、よかったらチャンネル登録をしておいてください。ということで、あやとレーナーのエクササイズやっていこうと思います。内容は簡単なので、ぜひやってみてください。立って頭の横に手を置いて、お尻を突き出す。で、戻る。これを10回。1、2、3、4。これヒップアップのエクササイズになります。7、8、9、10。ここは突っ張るようにできたら大体大丈夫です。で、次は足のエクササイズ。上げて、下ろして、後ろに下ろして、まあ、足を曲げる。で、これを片足6回ずつ、2、3、4、5、6、7、8、9、10。では、上に持ってきてた方が上半身をしっかり固定するのでいいです。1、2、3、4、5、6。続いて二の腕とお腹に効くエクササイズ。腕立て伏せの体勢をとって、で肘をついて戻ると。これ10回。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。だからこうお腹が落ちてこないように、ちょっとお尻高めにしてもいいです。ここのラインがまっすぐであれば、斜めじゃなくてもこういう感じでも全然 OK です。で、この3種類で、お尻、足、上半身とできるので、慣れてきた回数を多くしてやってみるのもいいと思います。で、あと、7月になったらあやとれの教科書っていう本が新しく出るので、これも、ちょっと日々実践動画を上げていこうと思っています。まだ Amazon で予約段階なので、それも概要欄に貼っておこうかなと思います。今日また、来月から一緒にやってみてください。ということで、今日はあやとれのエクササイズでした。それではまた明日。バイバイ。